れた。木を練り上げて武器を形作るとはなかなか面白い戦い方をするようじゃな。あら、おじいちゃんのくせに素早いじゃない。お嬢ちゃんや、お主の力ではわしに勝てんぞ。はあ、女の子に手を挙げるのは気が進まん。ずいぶん強気だけど、私の実力を分かって言ってるの？ずっと見ておったからの。試合が始まってからずっとな。誰がどんな技を使い、どれほどの強さなのか。だったら私のもう一つの得意技も知ってるかしら。ん、うん、色仕掛けか。バカなやつだぜ。無天老師様は煩悩を封印してこの大会に臨んでるんだ。そんなもん聞くわけが。もっと脱げ。やめてください、ご先祖様。いらっしゃい。しっぽーしっぽー、もはやこのエロジジイが。ひょひょ、危ない危ない。ちょく、ジジイのくせしてなんてパワーなの。これまでわしは煩悩のままに生きてきた。そんなわしが煩悩を封じた、その意味がわかるか。浪費されていた莫大な気は今この肉体に限界を超えて満ち、マグマのごとくたぎっておるのだ。なわしに色仕掛けで迫ろうとは、お主どうなっても知らんぞ。いやー、嫁に行けなくなる。はあ、危なかった。お前やるじゃないか。一瞬危なそうだったが、